はい、皆さんこんにちは。今日は2023年、7月の21日金曜日です。島山はこれからね、岡山遠征に向かいます。ただいま新横浜の駅、結構ね人がいます。はい、ボゴエになります。恥ずかしい。ちょっとね、Vlog 的に回していこうかなと思ってます。はい、よろしくお願いします。来ましたよ。来ちゃったぜ岡山。ちょっとねごめんなさい、ちょっと一服したいっす。すいません、一服させていただきました。岡山到着しました。ただいま11時半ぐらいですかね。いやいや岡山初ですよ。皆さんこんにちは。岡山でございます。ほほほほ、ようこそ、ようこそ岡山。お出し OK になったんですか。いやいや違いますよ。お苦労様です。いえいえ、はるばる来ました。ありがとうございます。もぎたてピーチチャンネル小柳ちゃんでーす。はい、ピーチ島間さんでーす。やっとるな。いや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 、はい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 。いやいやいや、来ちゃいましたよ。いやいや岡山まで。ようこそ岡山へ。荷物をお持ちしましょう。いや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 、大丈夫ですよ。カメラとはあれじゃあ、グラサンかけとけばいいね。ああ、はい。島間さんです。イエーイ。いやもう、神、神。あの大名旅行。送り迎え付き。いや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 。あ、美味しいですけど食べます。いや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 、はい、まだいいですか。じゃあ、明日からかな本題。そうですね、はあ、明日から。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ピーチ。手打ちうどん名言。小柳ちゃんとお昼ご飯です。いや、うまかったです。手打ちうどん名言。はい、鶏天とごぼうのかき揚げに、うどん。はい、いくらだろう。安かったね。390円がうどんに、あといくらか。安いっすね。めちゃくちゃうまかったですよ。ね、セルフサービスの店なんて関東にはないですからね。うん、いやいや、バナギちゃんありがとうございます。いえいえ、ごちそうさまでした。いえいえ、堪能させていただきました。大盛り食べました。あ、長時間もつけっぱなしもダメなんですか。ああ、熱持つからダメですね。多分固まる。ああ、それがあるのかもね。ほら、僕はあの長回ししないんで、バイク乗ってても。いや、もう SD カードで4時間取れたら、もう4時間流しっぱなしするけん。ああ、まあね、そういうと GoPro はちょっときついかもしれないね。
高橋川の五郎は、あの、なんだったっけ、アンパンか、うん、あれ、食べおるところからも全然取れてなかったっけ、あ音声が。そうね、まあ、そう。で、ソニー使ってた人は、本当に多分ね、だからイライラすると思うんだよね。ソニーはそういうことない、うん、マイクユニットとかはない、アダプターがないからそのまま直接カメラにさせれる、させれるからないわな、トラブルが少ないよね。どうも、小柳さんです。どうも、シマウマです。今日はあ、こうしとこね、ここ、桃田の岡山名物きびだんご、はい、どこでしょう。小柳ちゃんにね連れてきてもらいました。もう初日コラボです。初日、いや俺とコラボしても全然さんとコラボ全然あれだけどさ、秘密神社動画を撮れると思わない。しかも岡山でね。あの神社仏閣は別のチャンネルになります。はい、そうですよね。あのできた際にはお知らせください。はい、お邪魔します。シャドルですよこれ。これね、修善寺ヒルぐらいありますよ。ある、これぐらいですか。15度以上ある。あら、またこれいい雰囲気だね。いいね。これいいわ。うん、これいいわ。いや、これなんか珍しくないですか。ねえ。神社仏閣はね、そんなに別に、うん、絶対どこも行くってあれじゃないけどね、俺あれが好きなんですよ、ね、もうあの、うん、行く年来る年が、あ、もうあれを見ないともうね、うん、1年が終わらないですよ。最上稲荷山妙境寺、八大竜王、じゃあ軽くちょっとだけ、お、え、これすごいね、木だ、しました。最上稲荷、あ、最上稲荷お届けいたしました。ローラの最上とは違います。バジャーな中国分寺、あいや、いいとこだね、これまた
じゃ田んぼを植えたばっかりの時に行ったら、あの逆さこういう、はい、小柳ちゃんとね、別れまして、SL 引き取って、はい、和気うがい谷温泉、今回のね宿泊地です。はい、やってまいりました。2回目ですね。和気うがい谷温泉でね、お風呂入って、はい、これから食事に出ます。はじめまして。ドキドキでございます。いやー、はい、はいはい、会えたよー。いや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 、見たら、いや、あそこに SL があるのに中におらんな。すいません、ちょっとね、今部屋に一回戻ってたんで、ちょっと SL にも寄って、はい、お願いします。いや、やっと安家さんに会えました。これから飯食い行きます。安家さんの顔は大丈夫なんですか？僕は映してないんで顔。はい、ではお疲れ様です。お疲れ様です。はい、乾杯。お初です。お初です。はい、はい、申し訳ないです。先にビールいただきました。ありがとうございます。これがパンなんで。はい、わ、ステーキ来ましたよ。すげえ、うまそう。俺の動画には珍しく食いもんです。俺の動画じゃねえぞ。俺の動画じゃねえぞ。あ、すいません、ありがとうございます。コンソメ大丈夫？ああ、全然大丈夫です。で、まあ、どれかけてもいいんですけど、はい、ちょっとだけ、もう、安家さんのおすすめで、はい、わさび聞くださ はい、わさびをちょっとかけて食べてみて、いけそうならそれでもいいし、で、まあ、ガーリックの麺ですね。これガーリック、ガーリック、これわさびあのフォークナイフでも何でもいいです。はい、俺はもう箸で、うん、俺も箸で、A 肉はわさびうめいです。まあ、でも俺は大抵もいつもわさびうめい。うわ、すげえ。わさびたっぷりのがいいですね。いただきます。うん、うまい。あ、わさびいいね。わさび美味しいでしょ。うん、なかなかね、わさびで食える肉には当たらない。うまいね、これ。うん、うまい。焼き方絶妙。うん、大丈夫ですかね、焼き方は。全然 OK です。いや、最高っすよ。これ俺のチャンネルじゃねえ。出た出た。はい、おはようございます。2日目の朝、あそこに SL が止まってます。和気うがい谷温泉ですね。和気ドーム、で、ここプールもあるんですよね。今日も暑くなりそうですね。昨日はね、夜よすけさんとお会いして、ステーキ、美味しいステーキを食べに連れてっていただいて、で、今日はですね、7時半に、まあ、もうちょっと先行ったところのコンビニで待ち合わせをして、洋介さんのね、山に、練習しに行くというか、走りに、行こうと思ってます。いやー、ぐっすり寝れたな。はい、また今日も元気に行ってまいります。
ました来ました、坊野さん。どうもどうも来ましたよ、大野さんと岡山で会ってますよ筋肉痛大丈夫ですか？バキバキですバキバキです。あの俺も同じような帽子かぶってきたんですけど、あれ言われますよ、 SJ ライディングさんに怪しい親父だって。いや今日俺サングラス忘れてきちゃった。ああまあそうだ、俺なんかそのサングラスもしてきたから感動の再会シーンよ。これ？どうも。どうも。いや感動のシーンよ。すいません、お待たせしました。ですね、今日は2023年7月の20今日5日でしたっけ、あれ22か、あ25でしたっけ、はい、火曜日っす。あで、バイク今預けてね、もう今日これから帰るんですよ。でボーノさんと腰痛ライダーさんと、はい、岡山城今日は観光でございます。神社仏閣今日もよろしくお願いします。ピーチ、全然詳しくないわかんないですけど、あれですかね、実際残ってたのは石垣だけなんですかね。これどうなんですか でしょうね。でもね、これも後から作ってます。こういうのは立ってます、直してる。ってことは一度は天守閣もみんな燃えてるかなんかっていうことなんですかね。あ、黒の岡山城、あ立派。もうさ、スタンディングですないのか。うまいですね。岡山城見てきました。立派なお城でございました。歴史の勉強、脳みその使用をまた一つ増やしましたよ。岡山後楽園、なんかいい感じですよ。スライダー君が歩いてる、ね、そうそうそう、ね、なんか私なんかそうですね
その辺で戻った方がいいですね。あ、でも結構端っこまで来たんですね。ねえ、こう回ってこう来たんですもんね。梅林、うん、茶畑、うん、そこで見てきたんですね。はじめまして。どうもどうも、はじめまして。顔写してない。顔なんでしょう。いやいや、モールさん、はじめまして。はじめまして。いやありがとうございます。いえいえ、そっち行って、ほらほらと思って。ありがとうございます。いえいえ、すみません。いえいえ、こちらこそ。わざわざ遠いところから。いえいえ、とんでもないです。ありがとうございました。寄っていただいて。やった、ボルスタさんです。ダメです、顔だって顔ダメですよ。あ、はい、でもあのシュウさんとかランさんはね、モザイク、モザイク、あ、モザイクつけます。あ、じゃあモザイク入れます。はい、来ました。会いましたよ。あ、よかったよ。ランさんが残念がっとった。あ、どうしても風邪ひいて休んだったけんね。あ、そうなんですか。3日ぐらい休んだけん、休みがこれみたいな。ね、ランさんも会いたかったんですけどね。ランさんに会って今日のおはようございますわってやりたかったんだけど。究極の時間になるしね。そう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 。今日のおはようございますは2時、2時でございます。この前のは4時40分ぐらい。ボルさんのおみやしがあってこれでしょ。おみやし、女性のおみやしで調べても。どうぞ。